イステージラジオをお聞きの皆さん、こんにちは。トイステージでーす。イエーイ。今日も聞いてくれてどうもありがとう。いやね、私たちトイステージなんですけど、はい、実は先日の2月22日、はい、とある公立の保育園に行ってきました。イエーイ。なんかね、いつもはね私立の幼稚園とかが多いんですけど、はい、今回は、公立の保育園、はい、で、父母会のねお父さん、うん、お母さんから子供たちへのプレゼントっていうことで、うん、はい、私たちトイステージライブに行ってきました。はい、どうでした？いや、ほん本当に子供たち元気でしたね。元気だよね。もうびっくりしました。もうこっちが圧倒されるぐらい、うんうん、すごい声も大きいし、うん、体いっぱい使ってくれたし、うんうん、本当に楽しいイベントでした。そうだね、はい、でね、私たちトイステージのイベントとか、はい、劇場とかでやってるコンサートって、はい、やっぱりあの3歳から6歳とかが一番こうピッタシカンカンになるライブなんですよね、うん、内容的にね、はい、うん、まあ、ただもちろん歩いたばっかりちゃうんかなみたいな1歳とか2歳の子とかも、うん、ライブとかだとわーってこうぴょんぴょん盛り上がってくれたりとか、うん、であと小学生とか中学生とか もっと大人のお友達が一緒に参加してくれるっていうことももちろんあるんですけど、はい、まあ、一番はやっぱり3歳から6歳ぐらいかなっていう風に作ってるんですけど、はい、まあ、今回は、うん、その保育園はね、あの1歳から3歳までの乳児クラスさんっていうのと、うん、3歳から6歳までの幼児クラスさんっていうのに分かれていて、あ、うん、でライブも2回しようということになったんですよね。そうですね。なのでその1歳からのクラスは、うん、やっぱりこうもっと新たなコンテンツがいるんじゃないかと。あ、そうでしたね。いうことで、はい、去年ね私があの作った曲があるんですけど、それをもっとね、はい、楽しいものに、うん、そうそうそう、しようってこう一緒に考えて、ね、そうそうそう、なんか1歳これできるかな、うん、2歳これは大丈夫かなとかね、いろいろ考えながら作ったんですよね。より盛り上がることをね考えながら、そうそうそう、はい、はい、作って持っていきました。はいはい、もうそれがまたねすっごい楽しんでくれたみたいで、うん、本当に嬉しかった。めっちゃ嬉しかった ねやっぱりね自分たちが考えたものを子供たちが本当楽しそうに笑顔で、うん、いっぱいいっぱい体を動かしてくれるのが本当に私たちも心が晴れるというか、うんうん、とっても嬉しかったですね。そうですね、うん、でね、その保育園には実は1年前の今頃にも遊びに行ってたんですよ、うん、あ、そうでしたね、うん、で私もねやっぱりみんなの顔覚えてるわけですよ。ほう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 。そしたら1年経ったら大きなってるっていうちょっと親の気持ちになった感じ。そう、やっぱりうちらの1年と、うん、その子供たちの1年の成長からね、成長具合たるやそうそうそう、全然違うわけですよ、うん、まあ、それぐらい成長してたいなと思うんですけれども、まあね、気持ちはね、気持ちはね、うんうん、まあ、でも本当にあ、もうあの子がこんなに大きくなってるとか、あの時ああやった子がもうこんなにとか、うんうんうん、そういうなんかこう感動とかもちょっとライブ中感じたりとか。なるほどね。で実はその子供たちが、はい、私のこととかも覚えてくれてて、めっちゃ嬉しい。それでしょ、うん、もうなんかあ、前に一緒に遊んだお姉さんやとか、うわー、それ最高ですね。言ってくれるってすごい嬉しいでしょ、うんうん、一番の褒め言葉ですよ。褒め言葉、うん、一番涙が出るその言葉本当、うん、でも今回一番の嬉しい言葉っていうのは、はいはい、一緒にいてさ、そのライブが終わりました、はいはいはい、そしたらもう子供たちがこうわーって駆け寄ってきてくれて、うんうん、周りにこうガーって集まってきてくれて、うんうん、で次はいつ、あ、うん、明日も来る行くってなる。そもそも行くって言いたくなるよね。言いたくなる、本当に本当に、うん、そういうことをね子供たちがすごい言ってくれて、ね、やっぱりね楽しかったとか言ってくれるのももちろんすごく嬉しいんですけど、うんうんうん、やっぱりなんかそれ以上に、うん、明日も来るっていうのってやっぱりなんかお友達みたいな感覚じゃないですか。そうですね。だからこう、うん、お姉さんっていうこうすごいこう上に見てるっていう感じよりも、うん、もっと距離が近づいたんかなっていう、一番嬉しいわ。そうの、ね、すごい感じて、もうめちゃくちゃ嬉しかったですね。はい、本当に楽しかったです、ね、はい、というわけでね、私たちトイステージはこれからもそんな子供たちのね、はい、記憶に残る、心に残る、はい、より楽しいステージをたくさんたくさん作っていけたらなと思います、はい、皆さんぜひ応援してください、はい、それでは今日も元気いっぱいお届けしましょう。今日のトイステージラジオ、お相手はトイステージのまゆとトイステージのかよこです。それではトイステージラジオスタートです。トイステージラジオ、トイステージラジオ、トイステージラジオ、トイステージラジオ。
バースデー。全然分かれへん何の曲なんそれえなんかよくお店でかかるじゃないですか。ハッピーバースデーハンハンハンってなんだそこ分かれへんからそこちょっと流してそうちゃんと歌ってよいや前ね私の誕生日の時もまゆさんとともみさんね、うん、歌っていただいたんで今回は私が歌いました。いやどうもありがとうはいそしてともみさんもなんと3月9日お誕生日ということで、はいはい、おめでとうございます。歌わへんねん、うん、そこはもういいかな失礼以下省略みたいな以下省いやそうなんですよ実はね、はい、このトイステージラジオ、はい、聞いていただいている今日、うん、3月4日、はい、私、清く正しく美しくをモットーにしておりますまゆお姉さんのお誕生日ですだそうです。そして3月9日、はい、サンキューの日、うん、覚えやすいでしょ、うん、英語のお姉さんねえ英語のお姉さんともみちゃんのお誕生日です、はいはい、近いんですよ、ね、私たちびっくりしましたね、うん、あの魚座で、うん、魚座ってね、うん、あの芸術肌でロマンチストって言われるんです。あ、そうなんですか。おめでとうございます。めっちゃ棒読みそれびっくりした今だってだってちょっとロマンチックとかなんかいろいろ違反でもロマンチストあ、チストなのロマンチストなの。じゃあまあお誕生日から今日はそういうことにしときましょうそうやでもねラジオ聞いてる皆さんも思ってると思うよ、はい、おめでとうございます。おいまためっちゃ棒読みそれ。え、まゆさん今年の抱負は。あ、いきなり来た、うん、抱負。はい、あのね、うん、実は、うん、あの去年私ねあのちょっとダイエットをしましてですね1年間で5キロぐらい痩せたんですよ。ほう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 。ただそれがちょっとね、うん、クリスマスお正月と続きましてですね、ね、美味しいものもいっぱいあるわけじゃないですか、ね、ちょいちょい戻ってきてるんですよ。あらららら、そうやね、この間ね、うん、口の中噛んじゃうね言うてましたもんね。おーい、それ言ったらかごめん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 そう、だんだんね口の中にもねお肉がねそんな人いる。いるよ。初めて聞きましたけど。ほんと、そうなんですよ。それでねちょっと危機感を覚えまして、ああのちょっと寒さで最近、はい、ウォーキングをサボってたんですね。ああ、そうなんですか。如実に出るなと思ってちょっとびっくりした私そうか、じゃあこれから暖かくなるし、うんうん、ね、ちょっとまだ再開したらどうですか。ウォーキングですか、うん、そうですね、まあ、それをちょっとあの抱負にしてもいいですか。じゃあ、あ、じゃあじゃあじゃあいいですよ。じゃあ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 私も音もするんで一緒に、音もしなくていいですよ。なんでよ。どういうこと。ウォーキング一緒にすんの。うん、しよう。私がなんかこう測っといてあげるから。何を測っ、じゃあ時間、それ自分何もしてないやん。うん、いいよ。だから付き添い付き添い、あの自転車乗って。そう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 頑張れまゆさん。なんでやねん、そんなんいらん。いらんか、うん、まあいいよまあいいよ、うん、まあね、というわけで、はい、今日のトークテーマに行ってみましょう。はい、はい、今日のトークテーマは、はい、3月は私の月。イエーイ。ってまゆさん待て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 何何何、打ち合わせと違いますやんかひな祭りでしょ。いやでもね、私ねこのまま、うん、あのちょっとロマンチストについて語れるよ。いいです。それいらない、うん、大丈夫です。それ私が後でゆっくり聞いておきますんで、はい、ラジオは違う話題でお願いします。わ かりました、はい、それでは行ってみましょう、はい、前半のトークテーマはピーチフェス。というわけで、はい、今日はひな祭りについてお話ししていきましょう、はい、ちょっとね過ぎちゃったんですけどね。そうですね、昨日でしたよね。そうですね。いやいや、この日本伝統格式高いひな祭りで、え、なんですって、なんですって日本の伝統じゃないですか、まあ、そうですね。ひな人形とか飾るのってね。そうね。そう、だから女の子のいるご家族とかでは、うんうん、ひな人形とか飾られてるお家も多いかと思うんですけど。そうだね。まゆさん家も飾ってました。飾ってましたね。え、なんかね、うん、10段もっとあったかな。めっちゃ背高いやつ。え、すごい。いやいや、でもね、うちにもね立派なのがね、うん、ピアノの上に2つポンポンってありましたよ。いいねそうそう、うんうん、でね、このね、うんうん、ひな人形ですごく思い出があるんですけど、うんうん、私そのおひな様を撮って、うん、これね、抱っことかしてね、うん、遊んだりしてた記憶もね。抱っこして遊んでた。そうそう、なんかあの普通のお人形遊びみたいな感じで。そうなの。なんかね、その時期、うんうん、お友達のお母さんとかが、うんうん、赤ちゃんを抱っこしてる姿を見て、はいはい、お母さんみたいな感じにすごい憧れてたんですよね。だからいろんなお人形でもやってたんですけど、うんうん、そのひな人形も、あ、これも抱っこしたいなとか思ってすごい、よう抱っこしてて、うんうん、でお母さんとかにすぐ怒られてたんですよね。あれだってさ、普通のさ人形とか、うん、ぬいぐるみとかより全然こうカッチカチじゃない。カッチカチやけどぬいぐるみでふわふわしてないけど、なんて人間っぽいやん。人間っぽいか人間っぽいやん。なんかぬいぐるみとかとまたこう違う感じで
ね、人間っぽくないよ、人形っぽいよあ、そっかでもなんかね、なんでもこう抱っこしたがる。あ、でもそんな時期はある、ね、なんかおままごととかでもさ、あ、そうそうそう、すごいお母さんになりたいっていうか、うん、ちっちゃいお人形とかを見たら、うん、やっぱりこう、うん、よしよしとか、あ、ね、ミルク飲むみたいな、なんかさ、そう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 、赤ちゃんごっこみたいな、はいはい、すごいやったかも。やってた。で、私絶対ね、いつもお母さん役やりたかったんですよね、はいはい、うん、で、お父さん役の人に、うんうん、あなたお風呂が先？ご飯が先？とか言ったりしてそれはかよこちゃんのお母さんがお父さんに言ってたってこと？実際言ってたかな？だってその記憶はどっから来たんか分かんないですけど、そんな言ったり、ほんでね、赤ちゃんにはこうミルクあげたりとかして、でね、あとさ、ママレンジとかって覚えてます？ママレンジ、うん、子供用のレンジで、ちゃんとね、ホットケーキとかあったな、あったでしょ、目玉焼きとか作れるの、あった、あ、死ぬほど時間かかるやつですけどどんだけ朝食とかに、うんうん、なんかみんなもう早くご飯食べ終わってんのに、うんうん、私だけそれなかなか焼き上がれへんから、でも私はそれで作ったの、絶対朝食べたいから、うんうん、それは夜作るの、朝作るの、朝朝朝朝出ていく前に自分でそれで作るってこと、うん、そうそう、もうお母さんとかめっちゃイライラしながらまあんた早く学校行きやとか言いながら、いや私はこれで食べんねんとか言ってマジで。でもそういう大人がやってることをミニチュアにしたような、うんうん、そのお料理のやつとかでもさ、私なんか綿菓子を作るような機械とか、うん、あった家にあった、あった、うち友達家にあってよう作ってもらったわ。マジで、私もなんか友達呼んで、うんうん、よく綿菓子作るごっこみたいなした。あ、やりました、なんかザラメとか入れて、あ、ね、でもちゃんとね、あのお祭りとかであるようなやつ、うんうん、ちゃんと出来上がるんですよね。できるのよ、そう、割り箸にね、くる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 したら、うんうんうん、懐かしい、わー、すごい懐かしい。なんかね、ひな祭りがあって、うんうん、なんかそういう子供時代、うんうん、いろんな遊びをしたなと思って。確かにね、うん、あとさ、うんうん、さっき前さ、うん、折り紙作ってくれた？あ、そうやねん、そうそう、そうやねん、ちょっとそれもね、なんか見ていただけたらいいなってちょろっと思ってるんですけど。そうですよね、うん、前さ、折り紙もできるんですね。折り紙はでも、なんか見たらできるんちゃうかな。あ、そうかやこちゃん、でもでもとか言っちゃったでもって言われたけどいやでもね、うんうん、なんか聞いたらかよこちゃんの家にあったお人形、はい、あの、うん、おひなさまは、はい、立ってたんでしょ。うん、立ってんのが普通じゃないんですか？いやえ、すごい、なんか珍しいなと思って。あ、そうでしたっけ？うちの子は座ってたよ。なんか立ちびなって言うんでしょ？そうなんですけど、みんな座ってたのを知らなかったわ、うん、あ、そう、うん、どこでも立ってると思ってた。そうなんよ、うんうんうん、私だからさっき立ってたよって言われて、うんうん、え、立ってるってどういうことってそっか、それ座ってるんちゃうのって言ってあ、そっか、そうなりますよね。そういう話をしたやんか、うんうん、でちょっとそのネットで調べたら、その立ちびなっていうのがいっぱい出てきたんやけど、はい、あ、こういうことねと思って。そうなんです、あのね、立ちびなの方がね、どうやらね、こう古い時代なんで、もう水木家、うん、伝統を守っているわけでございます。なるほどね、はい、おじい様が。格室あかんやん格式高いって言おうと思った。格室があって全然あかんやんもう全然一文字で全然意味変わりますからね気をつけて、まゆさん、そこらへん。ごめん、使い慣れない言葉を言ってみたもんだから、うん、でも分かる分かる、そういう感じいやでも、うん、ひなあられって関西と関東で違うんやって。えっ、そうなんや、うん、え、関西は？ちなみに関西はだってかよこちゃん関西でしょ。どんなんやった？普通のなんかこんなちょっと柔らかめのおかきみたいな感じで、うんうん、いろんな色があるやつですよね。あ、そう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 、うんうん、なんかね、基本的に、うん、関東のはシャクシャクっとしてて、うん、甘いお砂糖とかがコーティングしてあるようなやつ、はいはい、でなんか米粒の形のが入ってたりとか、なんかさ、ちょっとポン菓子あるやん、うん、あ、はいはいはい、ああいうイメージです。へえ、そうなんや。そうで、うん、関西のは、うん、あの1センチぐらいの、うん、なんか全部大きさ揃ってて、うんうん、なんか丸いおせんべいみたいな感じ、うん、ね、あ、うん、そうそうそう、多分もち米なんじゃないかな、多分お米も違うはず。へえ、違うんや。そうで、なんかさ、関西のやつって、うん、なんか海苔味とか醤油味とか、うんうん、あのエビ味とか、あ、はい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 、でたまにちょっと変わったのでチョコレートコーティングしてあったりするの。 あるある、見たことある？あるあるある、もうめっちゃ好きで好きそう、大さん、そういうの好きですよね。なんか甘いのね。そう、いや、甘いの辛いのいっぺんにみたいな二度おいしいびっくりみたいな。好きそう。そう、なんかね、うん、それを調べてみてたら、うんうん、異様に食べたくなった。あ、食べたくなった。異様にって、無性に、無性にか今もでもね、町にはまだあるんじゃないですか、いっぱい売ってるから。でもね、多分ね、東京で見るのってやっぱりその関東風が多いんじゃないかな、はい、うん、あ、そっかそっか、うん、じゃあ私ちょっと今度大阪帰るんで買ってきますよ、うん、マジで、うん、買ってくる買ってくる。マジですか？ちょっと遅れたお誕生日プレゼントあげるよ、
舞さんに。わあ、ひな離れ。はい、楽しみにしててください。嬉しい。じゃあそれは3月14日になるかな。そうですね。ラジオでね。はい、うん、買ってきまーす。やったー。待っててねー。嬉しい嬉しい。はい。さあそんなねプレゼントの約束をさせていただいたところで。はい。以上ピーチーフェスでした。なんとか戦隊イエロー、なんとか戦隊オレンジ、 We are トイステージ。面白すぎてすんません。嫌な感じで笑顔がつながるライブ、いつの間にかハッピリケーション、トイステージライブにおいでよ。この面白さにトリックはありません。 I'm hungry。 トイステージ、トイステージ、トイステージ、ラジオワイワイ楽しんでいきましょう。ラジオの前にいる君最高、今日も聞いてくれてありがとう。マユとカヨコがお届けするよ、一緒に盛り上がっていこう。さあそれでは後半のトークテーマです。テーマはバイリンガルルー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 。どうしたどうしたんかよこちゃん、なんか気に入った、うん、なんかこれを子供たちが聞いたら絶対こう真似するやろなと思って、うんうん、あ確かにね、うん、そういう分かりやすいの好きやもんね。そうそうそうガルルーって感じでしょ。そうそうそう、ね、今日は何をしたいかと言いますと、はい、まあ、私たちがこうやって喋ってるのは大人の言葉じゃないですか、まあ、大人の言葉とは言わないですけどね、うん、でまあ子供にはその子供の言葉っていうか、まあ、その赤ちゃん言葉って言ったりとか、はいはい、まあ、幼児語って言ってみたり、うん、育児語って言ってみたりもするんですけど、うんうん、まあ、そういうのをこういろいろ思い出して、はいはいはい、どっちの言葉もこういっぱい喋れるようになったらいいな、バイリンガルになったらいいなっていう思いで、はい、やってみたいと思います、はい、でね、ちょっとね幼児語っていうのを調べてみるとですね、はいはい、乳幼児期の会話に用いられる言葉で、はいはい、一般的に聴音器官の使い方が未発達、はい、まあ、この聴音器官っていうのは調べる音の器官って書くんですけど、はいはい、あの声帯以外の、うん、例えばあの舌とか唇とか、うんうん、口とか喉とかそういうところ、はいはい、をなんか使うのがまだちっちゃい子って難しいじゃないですか。そうですね、そんなちっちゃな子供でも発音しやすい音を持つ言葉、はい、なるほどね。だからさやっぱりさ、はい、犬っていうよりも、うんうん、ワンワンとかの方が、はいはいはい、ワンワンって言いやすいでしょ。だからそういうことですよ。同じ音を連続させて単純にした言葉や、うん、反復した言葉、長い言葉を省略した言葉なんかのことをそういう風に幼児語って言うんですよ。なるほどね。で今日はそういうね、うん、こんなの使ってたよねとか、こんなのお母さんが言ってたよねとか、はいはい、そういうのをこういっぱい集めて喋っていこうかなと思います。なるほど。はい。どんなのある？私なんかちょっとだけ調べてみたら、うんうん、これ今でも言うなっていうのがあったんですけど、あのまんまんちゃんしといでとか、まんまんちゃんしに行こうって言わないですか？あ初めて聞いた。え、うそやんうそやん。まんまんちゃん、あの仏様に拝みに行きましょうっていう、まんまんちゃんしに行こう、うん、まんまんってこう拝む、え、言わない。それは何、関西弁的な。あ、でも関西弁の幼児語ってこと。そうですね、関西かな限定ですけど、あ、これ私お母さんもよく今でも言ってるわと思って。マジで？あれ言わない？え、じゃあこう僕も私もそれ言いますっていう方がいたらぜひコメントください、うん、ぜひぜひお願いします。面白いなそれ、うん、他にあるそういうの。他は私これは、うん、あの幼児語なんやって思ったのが、うんうん、おんぶする。おんぶする、おんぶするって結構普通使うんですよね。普通に使ってる、ね、これも幼児語なんですよ。その抱っこするっていうこと。え、うん、それは抱くとか背負うとかってこと、ね、そうそうそう、これ抱きますなんかちょっとね、そっか、おんぶもそうなんやと思って、そういう新しい発見もありました。いろいろ調べてみたら、あそれ面白い、うんうん、ね、いいですね。そうそうそう、いやでもね、そもそもね、はい、なんでその幼児語っていうのをやろうと思ったかっていうと、うんうん、3月になって、まあ、はい、これ今撮ってるのまだ2月なんですよ、うんうん、そうです。で今にぴったりな歌ってないかなって考えた時に、はい、春よ来い、はい、早く来い、はいはい、歩き始めたんちゃんが、わからんのかい。いやいや知ってる、それ問題しようと思って。あ、そっかそっか、何ちゃんでしょうか。ごめんごめん、え、何ちゃん、え、歩き始めた歩き始めたわかんない、声ちっちゃすぎるやろなんだそれ、思考をちょっとだけ声に出してみた。そうそうそうえ、なんやっけ。ほらね、うん、かよちゃんでした。かよちゃん、ブブーびっくりした、おまれ指示で、え、私の名前と思って、違うでしょそれやったら覚えてるんちゃう。そうやな、忘れるわけがないみー
ーちゃん、みーちゃん、みーちゃん、そう、その続きがね、うん、赤い花をのジョジョ吐いて、うん、思えてたいと待っているってつながるわけですよ。全然分かれへんわ。え、全然その意味が分かんないです。ジョジョっていうのと、うん、オンモっていうのが出てくるんですよ。ねえねえ、え、全然分かんない。それが、あ、これって幼児語ちゃうんって思って、あ、はいはいはい。でもオンモは言ったでしょ。オンモ分かんない。オンモめっちゃ使ったよ。え、なんですか。オンモはお外です。あ、へえ。え、聞いてもへえって感じ。うん、勉強になります。そうなんや。そう、ジョジョはゾーリっていうことなんですけど、うん、まあ、この歌自体がこうちっちゃな女の子の視点で、はい、春が早く来たらいいなみたいな、あ、春を待つ気持ちを歌ってるんですけど、へえ、まあ、これをなんか歌ってる時に急にパッて思いついて、うんうん、あ、なるほどね、あ、なんか幼児語やったら面白いかもみたいな。あ、なるほどね、うん、あ、そういう歌にもいろいろ使われてるわけですね。そうそう、オンモ、あ、オンモ私めっちゃ言ってたわ。嘘、オンモ、え、どういう感じ。オンモ行ってくるみたいな。オンモで遊んどいでとか。ああ初めて聞いた。え、じゃあさ、あれはあの、はよねんねしやとか。あ、ねんねはね、うん、うん、よく聞いた。あ、言ってた、聞いてた、言ってた、うん、言ってたし、うん、あとさ、名詞とかもさ、そのワンワンとか、あ、うん、まあ、ワンコって言ったりとかもするし。あ、そうですね、うん、まあ、にゃんにゃんとか、うん、そうですね、モーモーとか、モーモーね、ブーブーとか、ブーブーね、これなんかこう、うん、繰り返す言葉、はい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 、発音しやすい言葉とかって今日結構いっぱい使ってなかった。あ、それは分かります。あ、うんうん、なんかその鳴き声を多分表現してるのかな。あ、そうだね、犬とかだったらね、そうだね、分かりやすい、分かりやすいですよね、うんうん、たまにでも今でも使うかな。え、ワン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 、ワンワンやとか。あ、確かに使うかも。ちょっとブリッコしてる。してないよ。ブリッコしてない。してない。そんなんカルコさんがするわけない。いや、でもね、でもね、私たまにね、友達と遊んだりするんですよ。なんかちょっとお腹空いた時とかに、うんうん、ポンポンチュイターとか、だから光っとってよ、光っとってよ。なんかそういうからめっちゃ疲れた時に、え、もう私もうチュカれたーとか聞くでしょ。聞いたことないし、私カルコちゃんそんな言ってる。あ、そうか。なんかそういうキャラで遊んだりする時ある、たまに友達と。あ、そうなんよ。楽しいですよ。まあ若干周りから惹かれるけど、緊縮の目を食らうけど。そうなんよ、面白いね。なんかそんなんして遊んだらすごいね、楽しい。楽しい。、うん、まあでも例えば、はい、うん、あちちやでとか、うんうんうん、なんかその状態を表してんのかな。それもありますね。熱そうに言う感じ、うんうん、あ、まあちちやで、それとか、うんうん、もうそれバッチーから、バッチーは使う、バッチーから触らんといて、うん、とか、うん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 、そういうなんかこうちょっと言い方にもちょっとニュアンスを込めて、そうですね、言うとより伝わりやすいかもしれへんね。そうですね、子供は特にね、うんうんうん、でね、なんかね、ちょっとね、これ関西独特なんかなって思うねんけど、はい、おっちんする、わかる、座るね、そう、うんうん、そう、ちゃんとおっちんしなさいとか、うん、なんか可愛いね、響きがね、うんうん、あとね、うん、チャイする、チャイ、もうそんなんチャイして、あー、掘って、あ、そうそうそう、なるほどね、これもニュアンス入れるとわかるでしょ。あ、そうそうそう、あと、ないないする、何、片付ける、うん、なんかちゃんとポッケにないないしてとか、あ、ないないね、なんか可愛いね、本当に響きがいいわ、ねえ、どうしよう、今度からかよこちゃんめっちゃ使ってたら、ね、あれ、幼児語はてなみたいな、にゃんにゃんとか言って、でもさ、あの、はい、あれも、あれはチンするとか、あー、それ私の言葉ね。はい、チンね、チンするって幼児語でしょ。あ、そうなんですか。レンジで温めるのことを幼児語じゃないの。幼児語じゃないの。私何でもチンするやけど。かやこちゃんチンする？チンする。今日もチンする。明日もチンする。昨日の晩もチンしたよ。そうだよ。めっちゃ使ってるわ、私そう考えれば。まあ、まあそんな感じでね、まあ、はい、大人も使ってる言葉もいっぱいあるかもしれないし。そうですね。まあかやこちゃんはこれからいっぱい使うそうですし。はい。まあこれでね、立派なバイリンガルルになったかしら。はい、ねえ。というわけで以上バイリンガルルでした。なんとか戦隊イエロー、なんとか戦隊オレンジ、 We are the stage。 面白すぎてすんません、嫌な感じ、笑顔がつながるライブ、いつの間にかハッピリケーション、トイステージライブにおいでよ。この面白さにトリックはありません。 I'm hungry。 トイステージラジオ。
けで今日はねテーマ2つお届けしました。はい、1つ目はピーチフェス、はい、ということで ね、なんかひな祭りのいろいろお話ししましたけど、はい、うん、いやいや、あのさ、ひな祭り、あのみんなひな人形って結構すぐ片付けたり知ってますか？大丈夫ですか？いやいや、これですか？早く片付けないと、うんうん、今期が遅れるとかって言いますやん。言いますね。ねえ、もうだからやと思って、うちお母さんみたいな、お母さん早く直してって言うて、うちでほんまに結構長いことね、うん、と置いてあったんですよ。うちも1ヶ月ぐらいあったかも。やっぱだからだからかって今私に言った。だからやな、うちらな。だからやな、ね、しゃーない。いやいや、しゃーないんか。いやでもなんかその理由としてはやっぱりちゃんとした理由があるんですって。うんうん、何何、あのやっぱりあの季節的に、うんうんうん、あの梅雨も近づいて、うんうん、したらこうカビとか生えてくるじゃないですか、うんうんうん、だからちゃんと片付けもちゃんとできないような女性は、うんうん、良いお嫁さんになれませんよっていう意味があった上でのそういう説なんですって、うんうん、いやでもさ、なんかもしかしたら、はい、いつまでもお嘁に行ってほしくない、行ったら寂しいなっていう、こうパパのお願いがちょっと込められてたかもよ。そうかもね、うん、寂しいって言うやん、やっぱり。そうですよね、うん、そっか、パパいつまでもいるよ私は。いつまでもおってもちょっと困んねんけどな。そろそろそれはこう、ちょっと早いけど行ってくれるなとのこうせめぎ合い、せめぎ合いか。そっか、そう、行くな、いや行け、行くな、行けみたいな。お父さんの心境もいろいろ複雑なわけね。行かんかった、行かんかった、心配やしな。ちょっとな、そっか、難しいな。難しいな。まあその1個目のトークテーマがそのひな祭りについて、はい、そして後半がバイリンガルルーということで、うん、幼児語についてお話ししました、はい、ねえ、いっぱい出てきましたね。出てきたね、なんか思い出したら多分まだまだあると思うね。そうですよね、うん、で、うん、もしこのうちの地方には、はい、こんな言い回しとか、うん、こんな幼児語があったよみたいなのがあったら、うん、ぜひブログとか Facebook の方にコメントいただけたらいいなと思います。はい、ぜひよろしくお願いします。さあというわけでね、あのやっぱり子供には子供の世界というか、こうすごい豊かな感性とかがあるわけですよ、はい、だからね、なんかその時にはこう同じ目線に立って同じ言葉を使って、うん、そういうものをね、あのより共有できるような楽しい気持ちをね、はい、共有するような、そんな一つの方法にね幼児語がなったらいいかなーなんて思いながらちょっとおしゃべりしてみました。皆さん楽しんでいただけましたでしょうか。はい、それではエンディングです。では次回の予告です、はい、次回のトークテーマは実写版キャラクター制作会議。イエーイ、実写版ですか。そう、なんか実写版ってかっこいいよね、うん、かっこいい、かっこいい。まあね、ニュアンスやけど。そう、ニュアンスなんですよ、全てはね。いやね、以前のトイラジでも、はい、結構キャラクター制作会議っていっぱいやってきたんですよね。あ、そうですね、まあ、それはあの私たちの想像上、うんうん、架空のものとしてやってたんですけど、実際ないものね。そうそう、今回はもう身の回りにあるものの写真を撮って、はいはい、その写真をまあパソコンに取り込んで、はいはい、そこに例えばこう目を描くとか、あ、鼻を描くとか、口を描くとかね。あ、なるほど、本当はないけど、うん、そこに描いちゃうってことですね。そうですね、描いてキャラクターを作っちゃおうという企画です。まあ、だからさ、例えば目一つ描くのでもさ、うん、その目が怒ってんのかとか、そっか、笑ってんのかとか、なるほどね、あの口もこうへの字なのかとか、あ、そういうのでこうキャラクターってできてくるわけじゃないですか、うんうん、どんなものを描くかによって、うん、そうですね、できてくると思うので、はい、名前を考えたりだとか、はいはい、趣味特技とかがあってもいいよね。おー、楽しいですね。はい、そんな感じで実写版のキャラクターを作っていきたいと思います。はい、皆さん来週も楽しみにしていてください。はい、今日のトイステージラジオ、お相手はトイステージのまゆとトイステージのかよこでした。それでは来週も絶対聞いてください。せーの、バイバーイ。わからなくなる。